ラグビーリーグイングランド代表は、ラグビーリーグにおける、イングランド代表チームである。イングランド代表は大部分は、イギリス代表チームから作られ、ラグビーフットボールリーグの講演を受けて運営される。ラグビーリーグワールドカップ、フォーネーションズ、およびテストマッチに参加している。代表チームが、初めて結成されたのは1904年のことで、ウェールズ人とスコットランド人選手の混合チームと、 ウィガンで対戦した。1950年代までオーストラリアとニュージーランドへ定期的に遠征を行い、近隣のウェールズとフランスとホームアウェイ形式で対戦した。しかし、南半球への遠征をイングランドの代わりにイギリスが行うことが決定されたため、フランスとウェールズのみが定期的な対戦相手となった。ラグビーリーグワールドカップへの初出場は1975年。 大会であった。これまで1975年、1995年、2017年の3度、準優勝となっている。イングランドは、ラグビーリーグ、欧州選手権にも参加した。イングランドの主要なライバルは、歴史的に、ウェールズとフランスであり、そのライバル関係は、それぞれ1908年と1934年に、遡る。 現在のイングランドの主要なライバルはオーストラリアとニュージーランドである。伝統的に主に白色のユニフォームを身につける。しかしながら、ジャージには大抵赤い線、十字、シェブロンのような赤色の形状があしらわれる。これらの色はその他のスポーツのイングランド代表チームと同様であり、イングランドの国旗に使われている色である。イングランドはワールドカップに 過去6大会参加してきた。優勝はないが、1975年、1995年、2017年には、準優勝を果たした。その他の大会ではすべて、イングランドではなくイギリス代表が出場した。ありがとうございます。